カブジュバ州はソマリアの休業制区画の一つ。州都はキスマヨ。人口は約49万人。ソマリアの最南端であり、ケニアとエチオピアに国境を接する。カブジュバ州はソマリアの歴史的地域区分ではジュバランドにあたる。歴史的にも複雑なジュバランドは現在まで続く。ソマリア内戦の数多くの戦いのあった場所である。最近ではアルシャバブが 州とキスマイヨなどを支配していたが、現在は、ソマリア連邦政府側のジュバランド自治政府が、治めている。カブジュバ州には4つの地区が置かれている。人口地は2005年推定。ヤンゼンホームページソマリア、ポピュレーションエスティメーションサーベイ2014フォーザ18プレ、ウォーリージョンズ・オブ・ソマリア・ハット、ソマリア・ナショナル・ピース・カンファレンス、ハット・リージョンズ・ディストリクツ。 And there are populations, ソマリア 2005. ありがとうございます。